やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアジュニハマです。はい、現在10月8日土曜21時59分ですね。はい、これギリギリ見ます。ラスボ悪役令嬢のラスボスを買ってみました。2話ですね。これ あと2時間で配信終わるんで、ちょっと忘れてたというか勘違いしました。はい、じゃあアベマ TV でね、早速見ていこうと思います。いきましょう。3、2、1スタート。なんか親父もむちゃくちゃなんやな、これだけ見ると。うん、だからようわからんかった。とず何アイリーンが取った仕事をセドリックに横取りされたってこと？確か前回あれやね、フェンリルの子供を助けたんやね。今のオープニングで一緒に走ってた。でカラスがアーモンドやね。これもまたクロードが何とかしてくれるのかな。敵も多いが手下も多い。ジャスパー、新聞記者か、ジャスパーは。なんかベルゼビュートと。キースか。
ちょっと語りなチックなってきたな、農園も始めると。なこれ、ああフェニルか。おお、刺激すんのかな。リボンになったね。なんでこんな目やねん。ああ、徹夜調べたのね、法律を。おお、ベルゼビュート。なんやろう。怒ってるってこと？ドニー・リューク・クォーツ・アイザック。何、アイザックは幼なじみ？とりあえず全員セドリックによって被害を受けたとか、そういうことか。クロードが苛立ったら雨降るのね。え、ドニー・リュック・クォーツ・アイザック？どういう関係なの？その姫に対してタメ口でお前言ってたけど。
と仕事仲間だよね。まあ嫉妬かな。まあ今のところセドリックがなんか悪人やね。クロード・ジャンヌ・エルメディア早くて読めん。あれ、豚と魚おったっけ、こんな。
まあ機嫌が、まあ良くなった的な。ビルゼビュートやん。マナーね、マナー、マナーなの。なんや、何を思いついたの。おお、何やそれ。大きすぎた。聞こえてたんかい。お、はあ、なんで。ほう、ほう、ね、なんでやろね。あ、リリアか、リディアと思ってた。ああ、うん、親父の仕業か。とにかく結婚せなあかんもんね。
セドリックの仕業とかでもなく。リリアなんかね、味方っぽいよな。ああ、終わった。あれ？周り、早っ。すいません、ちょっと今回あまり理解してません。アッカマということで、ちょっと自分なりに理解した部分で言うと、まずは、アイリーンが取ってきた事業、取った仕事をセドリックに今、横取りされたと。それによって、出た損害を、夜会までにした。取り戻せ、みたいなことだったね。夜会までに言ったかな。か、1ヶ月って言ったかな。1ヶ月2ヶ月、まあ、そうなんでしょうね。で、その事業で、クビになった連中のために魔王城の修繕をしようっていうことでええんかな。で、出てきたのが、だっけ、ドニーと、リュックとクォーツとアイザックやったっけが出てきた。で、本来魔王とキースに、入るはずのなんとか金が止まってると、それも横領されてるんじゃないかとかいうことで、新聞記者かな、まあ、とりあえずジャーナリストの、ジャスパーに調べてもらうことになったと、まあ、そういう流れで合ってるんかな。で、まあ、それによってその魔王城の中をいろいろ何うろうろすることになるから、影からこう、フェンリルの子供だとか、アーモンドだとか、の出せるように魔王がしてくれたという解釈でええんやろうか。そして、本来開発した薬、その事業で開発した薬、同じようなものを作るんやったらセドリックにどうせ難癖つけられるから化粧品開発しようという流れになった。で、合うてんのかな。で、どうなった？そんな中、リリアに脅迫状が届くようになったと。それが差出人がアイリンやという、まあ、濡れ衣を着せられた。まあ、セドリックの仕業なんかな。という感じかな。だから、これ最終的に、だからセドリックが、まあ、いろんな悪事をやってるのを全部ぶっ飛ばしてすっきりするような話になっていってほしいなと、思いました。で、リリアはどうやらこうアイリーンのことを信じてくれてるみたいやし、ちょっとわからへんな、リリアがどういうその設定なのか、どうなんかな。はい、まあちょっとまあ、もう一回ね、この後もう一周しながら、感想というか、あらすじ書きますんで、ちょっと整理したいと思います。はい、以上、悪役令嬢なので、ラスボスを買ってみました。2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい。
はい、最後に僕の職業ですけども、僕は子供向けのパフォーマーやっておりまして、大道芸人でもあります。このね、2年7、もう2年8ヶ月ほどですね、もうまともにコロナで仕事がなく貯金生活をしてるんですけども、いつの間にかね、アニメのリアクションをスタートしまして、今日で926日やってます。で、こちら13年以上使ってたね、大道芸人としてのチャンネルなんですけども、ここでね、アニメのリアクションをちょっとやりすぎましたんでね、こちらをサブチャンネルとして残して、9月13日に、本職の、チャンネル作りました。ぜひ説明文に載っけてますんでね、ちょっと見ていただいて、チャンネル登録していただければありがたいです。毎日19時に更新してます。はい、で、過去のアニメのリアクション動画再生リストにね、作品別にまとめてるんで、そちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション、グリンコとマジャージュに浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。